はい、今回もね、こちらですね、ハウステンボス783系といいまして、これは博多とハウステンボスを結びます。で、博多と廃棄は緑と連結していますということでね、電車です。これは乗ったことありますね。九州に同じく18年ぐらい前の時に、バスで確かこう博多まで行ったん、九州の博多だったかな、まで行ったんですよね。で、福岡まで空港で、あ、そうじゃない、福岡までバス、あれバスじゃないや、飛行機で飛んで行って、で福岡からその阿蘇山、のところまでねバスで行ったりとかしてて、でまあその他にもこう、なんていうんですかね、旅行にも行きましてね。でその時にも、随分昔の話なんですけど、その時にね、この博多から、まあ博多でその博多ラーメンってのはどういうもんだろうかと思って本場のうちを食べまして、でそこからこうハウステンボスに乗って、まあ廃棄緑っていうんですかね、まあそこをこう走っていきまして、ハウステンボスまでね、これで行きましたよ。でも当時のハウステンボスはね、あれだったですね、なんて言うんだろう、今と違ってさ、今は新しくなったから随分変わったみたいなんだけども、昔は本当そのチューリップの花というか、まあオランダの風景があって、風車があって、ただ花が一面にあるっていうね、まあお花が好きな人にはいいけども、別にああいう系のものって、そのはっきり言っちゃうと日本人にはあんまり合わないんだよね。お花が好きな人、日本人でも花が好きな人だったらいいんだけど、別にそうでもない方もやっぱ来るわけじゃないですか、どんなところだろうと思って。でその時は花だけ見れないんだけど、花だけ見てしまうのもちょっと、花以外になんか他になんかね、楽しむとこねえのかなっていうふうな感じがあって、で当時そのハウステンボスは花ばっかりがこう飾ってあって、でオランダの風車なんかはいいんだけど、なんかそれだけに、それだけを見るためにわざわざ九州まで来るのはちょっとなみたいな、九州の人には悪いんだけど、そういうふうに思った時がありましたね。でも今は結構そのお花だけじゃなくて、なんか観覧車とかね、なんか他にも乗り物みたいなのが、遊園地みたいな、なんつうの、そういったものができたみたいでね。で随分と変わったらしいですけども、まあその時これに乗りましたね。どのくらい乗ったかな、1時間間か2、3時間かだったかな、でも1時間にはたどり着けないか、2、3時間ぐらい乗ったかな。まあ結構楽しめた、もうね、電車のまあ乗り心地も良かったし、こういう電車を見た感じの見た目もなかなかね、いい電車でね、ああ面白いな、いいなというふうにね思った、まあそういう電車でございましたね。というわけでどうもありがとうございました。